ト。あ、ベイト。あって。吸血鬼の怖さがね。おかみ男の安城です。ただしね、モンスターズベイトです。大戦国時代、群雄割拠の VTuber、大戦争、大航海時代。この時代においてですよ。はい。もういろんな VTuber のコンテンツがですね、様々な店舗さんやウェブサイトで展開されてるわけですよ。その中でですよ。はい。我々モンスターズベイトを、はい。自分の店舗の VTuber コーナーにおいて、はい。我々を押すブースを展開している店舗があるというね、大変遺憾な。なんでそんなキレてんねん。メロンブックス横浜店さんにですね、はい、お礼の俺の挨拶をしに、今から、はい、今から行きたいと思います。というわけで、もちろんこういう時の移動の方法は一つだけですね。瞬間移動です。じゃあ行きましょう。せーの、うん、というわけで行きましょう。よし、というわけで我々の特集を組んでくださってる、はい、メロンブックス横浜店さんにやってきました。早速、入店してみたいと思います。はい。親の顔よりも見た店内。なんかもう安心感するあるよね。というわけで、ここが VTuber コーナーだ。おー、そしてあれ、ババーン、 あるあ、 MCM でーす。いやー、がっつりアピールしてもらっております。ちゃんと高井バサ俺じゃないんだよ。ゆずき先生も、ゆずき先生もいますね。すごいすごい。あ、我々の見てください。あー、嬉しいっすね。下に先ぽよで、隣にがケモノズっすね。これすごいっすね。あ、ケリン、あ、ケリンさんが。こんな感じでね、VTuber 総選挙もやっていて。へぇ、はい。じゃあ俺は、ケリンと、スマンコと、あー、親分でいきます。僕は、そうだな、まあやっぱバーチャルバーチャル。ルナちゃんじゃねえのかよ。いやいやいや、もうおばあちゃんなの、壺の動画見ちゃう。俺今ハマってる。ルナちゃんじゃねえのかよ。弾き語りできるからね、おばあちゃん。いや、そしたらもうもうここですよね、これね。でもここかぐやに入れろや。お名前お願いします。佐藤です。デフェキにして無敵に佐藤です。ガオ、よろしくお願いします。なぜモンスターズメイトという円盤もなければグッズもない、ましてや同人誌をまだ書かれていない弱小 VTuber をコンテンツとして自分の店舗に展開しようと思ったのか、お聞かせください。これは動画を見て完全に頭がおかしい集団だと思ったからですね。こちらとしてもそのような VTuber の特集を組む店舗は頭がおかしいなと思ってきました。おすすめの VTuber を教えてください。おすすめの VTuber はモンスターズメイトです。おう、そういうのいらないっす。え、そういうのいらないっす。今はやっぱり高宮ゆんちゃんかな。ガチは聞いてねえよ、バカ野郎。正直じゃないっすか。二次のまほろ、銀河アリス、ヒイラギュルメ、ミナモリヒーロー、まあその他ボロボロ、うん、おすすめの VTuber いるんで、はい、その方々もぜひ入荷あり次第押してください。ここで展開します。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、スマンコって言ってもらっていいですか。スマンコ、声張り目で、声ちっちゃいっす。声もっと張ってください。スマンコ、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。サインをかけました。はい。そしてサナちゃんとつぐちゃんもう帰ってきました。はい、ぜひぜひ、はい、見てください。はい、というわけで、はいはい、横浜店さんにお邪魔いたしました。今日はありがとうございました、はい、ありがとうございました。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ帰ろうか。帰ろう。いやー、いっぱい買ったな。しばらく燃やし生活だこれ。